8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで外野手作っていきます。今回もリクエスト回やっていきたいと思います。西武時代の秋山浩二監督、元ダイエーの監督ですね、を再現してくださいということでやってみたいと思います。またまたまた能力の高いリクエスト、どこまで再現できるか自分でも相当不安ですね。右投げ右打ちの外野手で、フォームがスタンダードの9、好きな球団は、リクエストにより西武でいきたいと思います。で、目指す能力ですね、今年2016年のパワープロの、OB 枠に秋山選手いるんで、それ動画の右上に出します。弾道が4、ミートが D、パワー A、走力 A、肩 A、守備 S、捕球 S、 もうバカ高いですね。でもですね、一応、リクエストされた方の希望が弾道が4か3、ミート C、パワー A、 走力 A、 肩 A、 守備 B、 捕球 C という、リクエストなんで、まあ、ちょっと下がるかなという感じですね。まあ、それでも十分能力高いんで、であとは特能を読み上げると、怪我しにくさ C、 盗塁 B、 送球 A、 パワーヒッター逆境丸、レーザービームということで、特能はまあ狙えないとしてでも、基本能力をね、頑張って A3 つ以上だな、頑張って目指していきたいと思います。ということで、やっぱり使う天才カード、そして一番相性のいい、最近思った一番相性のいいヒーリングカードでいきたいと思います。では行きましょう。はい、ではやっていきましょう。弾道に E の42、ミートが E の42、パワー D の55、走力 E の42、肩 E の49、守備 D の54、捕球 F の38ということで、これなかなかいいスタートかと思います。希望された能力に近い、能力のアップの仕方すれば、だいぶ近くなるんじゃないかなと思います。しかも赤マス1個しかないね。あ、でもこれその1個を必ず通らなきゃいけないルートになってるな。マジか。はいはいはい、いいね。プラに引けてる時はだいぶありがたい。ヒーリングがないね、なかなか。はい、肩下がるか。最後ハテナを連打する形でいきましょうか。はい、無地が輝くおにぎり、いいね、おにぎりきた。じゃあこういって、こういって回復、赤パネルがなくなる。まああまり関係はなかったかな。はい、 OK。走力からの回復、まあ悪くはない。まあこんなもんでしょうか。やる気を上げとくか迷うけど、上げとかないで体力温存。はい、第2ステージいきましょう。これマス配置が良くない。うん、このね、完全に分割されてるのがすげえ良くないんですよね。まずはとりあえず下に行くしかないですね。はい、肩アップ、選手が欲しい。あ、酒サクセス、パワーヒさよなら。あ、パワーヒ欲しいな。でも途中最後に出会いそうな気がするからいいや。はい、止まる、いい位置で止まった。はい、 OK。 じゃあやる気上げよう。はい、パワーヒ、パワーヒ、パワーヒをくれ。ゲッツークジ、そっちかい。はいはいはい、無地が青く、よーし、いいぞ。ただね、ルートがあればいいんだけど、ないんだよな。ぐるっと行こう。ちょっとね、勝負しないとね。はい、このステージでオール C まではいかないけど、はいはい、 OK。 いいね、希望してきた、能力にはるかに近づいた。ただ体力もだいぶ使っちゃったんで、これミートに変えられるタイミングではあるけど、
ミートはそんなに目標としては高くないんだよね。どうしようかな。でも上げてはいきたいんだよな。こっちもミートになるのか。こうだとさすがに間に合わないよね。はい、肩ミートパワー1234567 8、回復1してくれればない。ってことはここで回復を OK。 あぶねえ。はいはい、走力いいね。シーズン38盗塁が、個人の記録なのかな。いや違う、51盗塁してる年がある。すげえな。で38盗塁してる時はホームランは43本も打ってんだね。それもすごいよね。はい1234 5、よし回復できる。肩に変えて今度は。はい、赤パネルが青目指す。あぶねえ、逆だったらマジで泣くわ。はい、徳の満塁男、よし回復した。はいはい、オーケープラジュありがとう。じゃあ肩もう一個いこうか。はい、ドーン、どこに。いや理想はねこのどっちかだったんだけどね。はい、ということで第3ステージ終わりましょう。能力だいぶ落ち着いてきたね。ただ弾道が2のままなのでって、なんだこれ。ふんマジか。まあまあ矢部くんが下に下がらなければいいでしょう。はい、おーっと噂をしたらやっぱ下がった。はい、どこにドン。まあまあまあそんな意識しなくても大丈夫かな。すぐには右向かないし、この後だね。うん、ロックオンされんのが怖いんだよな。宝箱行きたいからね。無地が輝く。やーべ、こっち来い。隣来い。あー彼動かなかった。マジか。パワーパワー A で守備上げの、はい補給いいね。 D、わあロックオンされるのが怖いですね。理想は動かない、上下右には来るな。 OK。 はい、さあ特能か。作ったのだからなんだろうな。積極盗塁、あいいね。 OK ありがとう。で矢部に会えれば総力も A ランクまで行きますね。はい、オッケー超回復。やべこっち来い、やべこっち来い、こっち来い。うわー痛い痛い痛い。肩も上げたいけど、オッケー。これで総力も A までいった。であとはですね、希望してる能力が CAAABC ということで、ミートがあとワンランク、パワー総力 OK、 肩もう少しあとワンランク、補給もあとワンランクですね。これいけそうだな。でもカレンがこっちに来てる。お、ミートと総力水木、どこにどこに。よし近いぞ、いけるぞいけるぞ。よし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 、あとは捨て子で無駄なね博士が登場とかね、あとはカレンにぶっ飛ばされたり、それがなければ。オッケー、ミートもこれで C まで。ああ、あと少しだった。よし、これでリクエストにうまく答えられてる気がする。弾道が、弾道あと1最低上げなきゃいけないか。よし回復おにぎり、博士はなし、よかった。あったらいけって言われますからね。補給が D じゃダメなんだっけ。もうワンランクで守備は OK、 あと肩か。
ミート肩補給をワンランクということで、まあミートはここで C になる。やる気下げ下げがちょっと多いな。で宝箱が1個か、どう動くかな。一気にカエルマスあるんでいいんですけれども、やる気下げ下げがねちょっと気になりますね。ここでハテナマスを連打するのかどうかっていうところが、はい C、 はい持ってたカード落とす。おー、やっとついに落としてしまったか。これシャッフルワンチャンあるな。ここではい選手得の総力と早急 C、 よしよし早急 C 入りましたね。はい赤パネルが青みさせた、ありがとう。やったここでパワー S、 はい止まる。あーカレンが来てから止まれ。はいさあ肩補給上げ、補給上げ、あ肩マスがちょっとなさすぎるな。1個ここにあって2個あって、まあ、ここにもう1個あるんで、まあ、一気に変えればいいだけなんだけど、待って歩数ちょっと考える。12ヒーリング落としたから34567891011121314151617181920、全然いけるね。ただその間でカレンが出てくるんで、はい出てきた。あっ神った神った、これ動けない。やったマジでやった。これねあえてねロックオンされに行きます。はいパワー、これねあえてロックオンされてちょっと時間をかけて、はいあ止まった、はいあーそっか止まったから、止まったからあれかダメだったんだ。はい A、 そっかーロックオン状態にならないんだよね、あえてこういう時だとね。威圧感がくれたらよかったけど、はいパワー100のマックスということで、もう目標は全部到達したんだね。やったリクエストに答えられちった。わこのハテナが怖い。はい危ねえ、いや怖い怖いよね。12345678で総力も S まで持ってきましょう。はい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 完成。秋山選手、秋山浩二監督どうだ、リクエストされた方、頑張って作ったみたいなんですけど、ちょっとねできなかったからリクエストしてみたということで、僕ならできるみたいなそんな感じだったのかな。ちょっとね僕もだいぶ苦労はしてるんでちょっと分かってください。背番号変わらず1番ですね。はい顔設定 OB 枠の、はい秋山監督、はいということで終わりましょう。どうでしょう満塁男、あと早急 C 取れたのが嬉しいですね。まあ A まで青まではつかなかったけれどもすごい嬉しい。で、まあ、弾道か C って言えば弾道か、弾道が2、まあ、3目標の2で1ランクダウン、ミート C 目標の C で OK、 パワー A 目標の S 1ランクアップ、総力 A 目標の S で1ランクアップ、肩 A 目標の A で OK、 守備S 目標、まあ、リクエストだと B 目標の A なんで1ランクアップ、補給 C 目標の C で、OK ということでどうでしょうか。はいということでいつも通りライブ選手に出しましょう。この番号ね動画説明文の中にも書いておきますので、そちらからダウンロードお願いいたします。ご視聴お疲れ様でした。動画説明文にチャンネル登録ボタンの URL が貼ってありますので、そちらからチャンネル登録をお願いいたします。同じく Twitter の URL も貼ってあります。動画の最新情報などはこちらをチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。
じゃあねー。